オームデノサウルスは、ジュラギ前期に、現在のドイツに生息した、草食恐竜の属である。体長は4メートルほどと小型で、おそらくブルカノドンカに属している。一組の脚部の化石のみが知られている。1970年、ドイツの古生物学者、ルーパートビルトは、ホルツマーデンのアーベルトミュージアムハウフを訪れ、主張流トラベルされた展示化石に注目した。実は、 恐竜のものであると気づいたからである。化石の正確な発見地を特定することは不可能であると証明された。1978年この標本はタイプ種オムデニソリスライオシカスとして命名、記載された。俗名は発掘地と推定される場所の近郊であるバーデンビュルテンベルク州の町オウムデンにちなんでいる。種商名はジュラヒ前期の古名である。 リアスヨにちなんでいる。ホロタイプには標本番号がなく、化石が防出されたボガには、コエロディスクス属の巻貝の化石が含まれ、どうやら、発見地は有名なポジドニア血眼のとあるスキ中期の海生層であるようだ。ホロタイプは、頸骨、虚骨、小骨で構成される。これらの骨は、関節した状態ではなく、風化の兆候が見られ、この動物が陸上で死んだ後に、 海へと流された証拠とみられる。頸骨の長さは、たった4 0 5ト、mm、ルで、流脚類としては、小型の個体であったことを示す。幅1 4トルほどの巨骨の形状は、サンダルのようで、より派生的な新流脚類のもののように上部が、突上ではなく、オウムデノサウルスが非常に基盤的な流脚類である、ことを示す。1990年、 ジョンスタントン・マッキントッシュは、オウムデノサウルスをブルカノドンカに分類したが、この分類群は、無関係な基盤的流脚類を収容するゴミ箱分類群として機能している。現在では、ブルカノドンカであるという分類は確証されていない。ありがとうございます。